暑いね。吐くぞ。へしたなお前。しんどい。こんなきついことあるんだね。フルマラソンよりきつい。松本マラソンより今の飛び跳ねたのがきつかった。いや松本マラソンも結構きついよ。いつまで飛ぶのかと思ったらずっと飛んでんじゃん。こいついつまで。やめろ。こいついつまで飛んでんのかなと思ったらずっと飛んでるからさ。やめなさいよ。バカなのかなと思って本当に。どこ行くだ？そっちなの？バザール、こっちこっち。え？駅から離れるの？嘘。本当。やだな。水あるけど大丈夫？飲まなくて。めっちゃ汚いやん。安曇野の湧水じゃないですか。いや、松本の湧水は飲むけど。人？俺めちゃ行く人。嘘。うん。マジで？何が楽しいの？いや、わかんない。だから本当はフランス行った時にルーブル美術館行きたかったんだよ。あ、ここやん、ロクサン美術館。そうだよ、ロクサン。ちょっと撮りたい。表だけ撮ったらいいよな。全然いいぞ。あ、ええー。あ、ええー。映えるね。もちろん、なんかもいいよ。ここがロクサン美術館。まだあんの？まだある、ちょっと待って。今どこだ？ずっと芝生ついてるよ、髪に。ずっと芝生ついてる。いやー、えらいやるな。ちょ、オッケーオッケー、行こうか。あと10分もかかんないぞ。10分？いや、かかんない感じじゃない。いや。あ、あれ？どうして？ちょっと買い物。あれ？ちょうど今、1000の。今、そう、バザールに。これから？うん。そうそうそう。バザール遠いんすか？一緒に行きますか。え、ブームのって。え、乗っかってくる。いやいや、どんだけ。嬉しい。嬉しい。よかった。千の大将がたまたま。こんな偶然あんだね。俺らが芝生と戯れてなければ合わなかったよ。超いいや。乗れないや。後ろに二人乗れる？ああ、なるほど。ここからどうぞ。ありがとうございます。後ろから。そう、失礼します。いいね、いいね。いいですよ、これ。これはすごい。ちょっと何、今日出会いの連続だね。じゃあ行きましょう。はい、ありがとうございます。買い出しだったんですか。そう、ほうれん草がなくなっちゃった。やべえやべえ、こんなことあるんだね。うお、出会いがさ、アクティビティじゃないですか。山だね、山だね。マスターは何歳なんですか。44です。いや、一緒。同い年やん。3人一緒。まさかの。まさかの来た44。これがやっぱ巡り合わせだね。全44。いいね、楽しいね。同い年もすげえな、嬉しいな。嬉しい。うん。これいいね。いいね。あ、これ？駐車場。うわ、本当だ。安曇野バザール、若松って書いてある。ありがとうございます。あ、俺乗れる時も後ろからだからね。もちろん。すごい。ありがとうございます。コーヒー、何番目に頼みます。何番目に頼む。そうそう、最後に引いた人が1000円払われたから。俺、2番目に頼む。3番目かな。じゃあ俺1番行きましょう。うわ、何これ、めっちゃ、え、はい、え、クラ、すごい、すごいね。すごいお店書いてある。こんにちは。はい、じゃあ、いいですか。ちょっと撮影しても大丈夫ですか。ありがとうございます。まあでも受けようと思ったら、
おじちゃんの顔は撮らない。わかりました。受けなくてもいいなら撮ってもいいですか。まあどっちでもいいんです。ありがとうございます。で、どうぞこっち入っていいんですか。こっちも。ごめんなさい、僕はちょっと出かけるんで。あ、そう、コーヒー2つあげる。そう、2つあげればいい。で、最後の1杯頼んだ人から1000円徴収して次のチケット。なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあ、こんなタイミングかな。お邪魔しまーす。ありがとうございます。うわ、すごっ。まあ、どう。はい。あ、すごい。え、嘘でしょ。これ何、でも売り物なの。そこだ、全部売り物なんだ。こぼせないじゃん。U パック。こんなとこ絶対普段来れないね。よかったね。いや、よかった。へえ。いや、いい雰囲気じゃないですか。店員さんのお客さんね。はい、そうです。幸いなことにね、うん、チケットがありますので。おお、やった。よかった。皆さんがお金がいらない。ありがとうございます。いいのかな。いいのかな。次来た人は、まあ一人で来たらいらないで。うん。なるほど、なるほど。いや、よかった。ラッキーじゃないですか。ラッキーですね。デカバイゼン。あ、そうなんだ。匂いがさ、全然。ケニアとタンザニアのブレンドです。これすごいいい匂いだね。あのね、久しぶりに苦いコーヒー飲んだ。本当、うん、うまい。苦味がうまい。本当、久しぶりに泣いたみたいな言い方だけど。チュッでしょ。やめなさい。うまいでしょ。いいのかな。タダでチップ置いてった方がいいんじゃない。なんか買っていくわ。そうだね。俺も買っていこう。俺買ってどこ行く。あれ結構高いと思う。あ、これがね、値段相談ってなってる。守護神だって、ね、こうやって持っていくやつ。やめ、びっくりするだろ。いや、ただの酔っ払いじゃん。いそう、これめっちゃおしゃれじゃん。そうなんだよ。そっちも違うでしょ。ほらひまわりになってるね。うん、曲げてた方がいいよ。よいしょ。これ高いよ、多分。ダメよ。さっきのさ、だから戦いの店ってどこもずっといられる店だね。だからもう俺、家かと思ってきたもん。ほんとだよ。おばあちゃんちだよね。いや、揚げ松かよって。揚げ松だよね。ほんとに。もう起きちゃうよ、たぶん。買ってけよ、これ。これ、100万ぐらいじゃない。ご賞した。おチョコ欲しいんだ。おチョコかい。いいね。何のこれ、味があって。マスター、ありがとうございました。あ、どうも。楽しかった。また、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、いいね。いや、分かった。超うまくなかった。超美味しいんだけど、ここはちょっとディープスポットだね、安曇野。でも非常にいいよ。でも非常にいいです。千さんでラーメンを食べるとここね。いや、それは違う。違うの。それはやめなさいよ。違う、俺正直俺ルールがよく分かってない。どうしてくれこちらさ、千さんの、うん、マスターがチケット買ってるんだよ。はいはいはい。で、ご厚意で飲みに行ってくださいよって。ただチケットがもう僕の知り合いで、うん、コーヒーが飲まれてたら、うん、お金払ってくれって話になっちゃうけど。なるほど。そういうことなんです。はい。そういうことなんだ。はい。ああ。
いや別にラーメン千さんに行ったらここで飲めるわけじゃなくてじゃないですねなんだいやルールがよく分かってるんだった。理解しろやすぐああじゃあ千のオーナーのご好意でご好意ですどうなんだ。いやありがたくないですか。お店閉まってるとか開けてもらってですよ。開けてもらってだよ。であのどこにあるか分かんなくて連れてきてもらってですよ車で。いやただだからいいんじゃないって言ったあんたがいてですよ。もうセンさんに甘えまくりじゃないですか今日。ひどい話だな。これはひどいぞ。お前は。お前は俺じゃないからな。言っとくけど。しかも俺なんか買うわってお前言ったよな。うん、俺は買ったからな。何も買わず本当にお前ってクソだな。クソだっていう話だな。そういうことやっと分かった。そうやって分かりやすく説明してくれないから今のでやっと6割ぐらい分かってきたわ。6割バカなのお前人間失格だなお前。小生恥ずかしい人生を歩んでまいりましたからスタートしろすっかりもう日が陰って。もう陰ってですね、夜ですよ。嘘でしょ。11時半から飲んだ。軽く昼飲みって言ってなかったんだ。いやいやいや、どっぷり昼飲みでしたね、これ。フラットカフェダモンデ。ダモンデ、あ、やってんの。いや、やってないな。やってないな。仮にやってたところでな話だけど。どうして今食いついた。やってるのって。あ、これ穂高神社の通りやん。そうや。え、池田餅店あるよ。いや、餅とかはいいやめろ目力強くすんの。そこだけ餅があるやめろやめなさい。穂高神社行く。いいだろ割とさ、あれだよな、信心深いよな。そうだよ。そういうの、うん、伏見稲荷とか好きじゃん。大好きで。あとなんだっけ、あのほら三重行った時もそうそう。俺は裕次郎に抱く一本小筋通って俺はこうだっての持ってないもん。俺の自分の中のこだわりは、まあ社税みたいなもんな、会社で言うと企業理念みたいなもんな、自分自身の。なんだと思う。神頼みだな。だよ。どうなるか分かんないでね。まあもうまあな、あとダラだけ言ってればお前さ、なんとなくなると思うなよこの野郎。クソ野郎クソ野郎が。クソ野郎は言い過ぎやろ。池田山来て詳しいね。ちょっとじゃあ甘いものには目がないんだよ。お土産買っていくわ。いや、富士屋の方がいいんじゃない。うわ、富士屋あるやん、うん、富士屋の方がいいぞ。お土産買うな。子供は洋菓子の方が喜ぶから。ほら、富士屋ってだって全く関係ないですよ。まあ、でもあの洋菓子屋。ちょっとペコちゃんってあんな可愛くなかったな。めっちゃブスやん。首ね、めっちゃ長い。昔可愛かったじゃん、太ってて。太ってた。俺お前じゃねえか、太ってた。いや、やめろ昔の話するの。昔太ってたのお前だろ。間違いない。ちゃん可愛いみたいブクブク。ちゃん可愛いって言われるとちょっと嬉しいんだけど。嬉しいのかよ。ブク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 なんか俺穂高神社になんかお祓いしに行くのが違うんだ。あれ持って、うん、別に邪気はついてねえよ。お参りしておく。お参りしとこうよ。え、だってそこまで遠いんでしょ。本殿めっちゃうんこしてんだよ。運落としていい神社で。バチャだよ。神社って本当に参ったことある？あんまないでしょ。湯柱神社正式に。いやいや、湯柱神社た例えばちゃんと入り口から手と口を洗って入ったことある？ない。ほらそこですよ。やる？うん。あなたの運気の悪いのは。別に運気悪くねえわ。勝手に人によって運気悪いみたいに言いやがって。なるほど。まず一例、手を洗うのも一例。
興味ないな穂高神社、うん、巫女さんがいる巫女さんがやっぱこっちだよね、うん、ああいうの好きなんだよ俺やめなさいよコスプレ的に言うのおみくじ買ってみない？いいね。やってんの？やってるさ。ちょうど忘れてしまった。手を振ってくれてみて。おお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 おようこそお参りくださいましたじゃあ吉中中吉な中吉アホやろお前ほら来たお前との力の差を見せんだ俺は常に大吉やこれでもあれじゃない動画の締めに最高だったんだな今のアクティビティ縛ってかないもんあの基地とかだったら縛ればいいんですけどそういいのは持ってっていい だな。だよ。